ET ホームというのはあれは多分名詞ですよね ET おうちって多分 ET は言ってるんですよねちょっと映画古かったかな失礼しましたはい皆さんこんにちは実践系英語 YouTuber の賀金社長です今日は使う問題はこの問題です 最初の単語はビジネスマンなんです。ビジネスマンというのは日本語でいうところの、まあ、要するにサラリーマンに相当する言葉なんですが女性の場合はビジネスウォーマンって言うんですね。ただ男女の区別をするのが最近はあまりよくないということでビジネスパーソンという言葉もよく使われるようになりました次に「ディサイド」なんですけども「ディサイド」は決定する決めるという意味の動詞ということになります。 名詞形は Decision と言いましてそれは決定という意味になるんですねちょっと難しいですが形容詞形は Decisive これで決定的なという意味になりますので全てセットで一緒に覚えておきましょうでは最後に Overtime です Overtime というのは time 時間を Over 超えてという意味ですから時間を超えてつまり勤務時間を超えてという意味になるんですね ですので、work overtime といったら勤務時間を超えて働くわけですからそれで残業するという意味になります残業された後に教育の勉強をされている大変な苦労されながら勉強されている方もいらっしゃると思いますが一緒に頑張っていきましょうはいそれではこの問題を京都スタジオから京都と一分かりやすく説明していきたいと思います The businessman そのビジネスマンはですけども、まあ、そのサラリーマンはということですよね女性の場合はビジネスウォーマン男女の区別なく使いたい場合はビジネスパーソンという時もあります。は「decided」決めたんですね何を決めたんですかトゥーすることとに決めたとこの「toof 停止」の塊が「decide」という動詞の目的語ですから「decide」は第三文系 SVO の形を取るということなんですね。 で目的語は必ず名詞ですからちょっと名詞の印の丸カッコに入れさせてくださいこの名詞の塊を決めたということになりますじゃあここでちょっと熟語の知識増やしておきましょうか decide の過去形 decided ちょっと熟語で言い換えることができるんですねどんな風に言い換えられるかというと make up の過去形ですね過去形に合わせて made up そして男性の単数ですから彼の心マインドってこんな感じになります彼の心を作り上げたという感じですからなんかこう決心したね決めたって感じしますよね心を作り上げたんですこんなふうにこの所有格の部分は主語に合わせてください男性の単数形だから i ズなんですねはい でディサイドはトゥー不停止を目的語に取るんですがこれなぜかというとトゥー不停止というのはトゥーの方へ向かう感じでしょトゥーですからねトゥーというのはこういう感じね到達点を意識した感じなのでテイク持って帰る方に到達すようというところですから時間的には未来のイメージなんですねですからこれ未来を表す感じのイメージを持っといてくださいトゥー不停止はじゃあ決める場合は未来にこうしようと決めるんですよね 過去のことを決めてももう済んじゃってますからどうしようもないでしょやっぱり未来にこうするぞと決めるわけですよね TOEIC で900点を取るぞと決める場合900点取るのは未来ですよねそんな感じですはいじゃあ TAKE ときまして仕事を HOME 家に持ち帰るとなります HOME は名詞で家という意味もありますけどもこの場合の HOME は家へという副詞なんですね 家へ持って帰るというこんなふうにしてホームが福祉として使われる場合ありますからちょっと注意しておいてください。E.T. ホームというのはあれは多分名詞ですよね。E.T. おうちって多分 E.T. が言ってるんですよね。ちょっと A が古かったかな。<laughs> 失礼しました、はい。若い子には分からない。<laughs> で家へ仕事を持ち帰ることにしたんです。いつですか ?To night。これは時を表す福祉です。 ね、今夜持ち帰ることにしたんですよねはいそして何か空欄があって問われてますそして残につながってまたトゥーフテイシがここに来ています時間を超えて就業時間を超えて働きますからこれ残業するという意味でしたよね残業するほにゃらら今晩は家に仕事を持ち帰ることに決めたとこうなりますはいこの問題を解くときに必要な知識は 熟語というかまあ接続詞というかこの波線を引っ張った部分の知識が必要なんですがちょっと結論から言うと rather than という言葉があるんですねこれ知らなかった人はちょっと覚えておいてください rather than というのは後ろに置いたものよりもむしろ前のものというふうに訳すんですね後ろから訳します A よりもむしろ B そんな感じです だから残業するよりもむしろ今晩は家に仕事を持ち帰ることに決めたとそういうことになるんですね、はい。ということでちょっとこれを A と置かせてくださいそしてこれを B と置かせてくださいこんな感じです。A、よりもラむしろというそんな感じね。残はよりでしょ。だから A すること A という不定詞 よりもむしろはい B という不定詞することに決めましたとこうなんですねはいということですがもう一度言うと残業するよりもむしろ今晩は家仕事を持ち帰ることに決めたということで答えはラザーザンですから B が正解ということになりましたはいそしたら今回もですね意味も分かった 文の構造も文法も熟語のラザ,ラザーさんも覚えたぞとこの状態で音読していったらすごく知識として定着いたしますのでこの習ったことを意識しながら何度も何度もね最低でも10回ぐらい音読をして定着させていっていただきたいんですが切れ目ちょっとねお知らせしておきましょう The businessman decided ちょっと切れる感じがいいでしょう To take his work home tonight rather than to work overtime まあこれぐらいの感じで意識の中で切りながら読んでいただけるといいんじゃないでしょうか。はい、それでは音読開始スタート。 the businessman decided to take his work home tonight rather than to work overtime the businessman decided to take his work home tonight rather than to work overtime the businessman decided to take his work home tonight rather than to work overtime the businessman decided to take his work home tonight rather than to work overtime the businessman decided to take his work home tonight rather than to work overtime. the businessman decided to take his work home tonight rather than to work overtime. 今日の英語学習お疲れ様でした。30年以上の指導経験の集大成ともいえる「坂金きん」の見るンで TOEIC の点数をアップするには「いいねボタン」と「チャンネル登録」をお願いします。 そして今日の感想などをコメント欄に残していただけるととても励みになります With Sakakin, to master English is easier than you think See you in the next video!